みんなこんにちは。今から僕たちとかくれんぼの勝負をするよ。カウントが終わった後10秒以内に僕たちを見つけることができたら君の勝ちだよ。じゃあ行くよ、よーいスタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。君の勝ちだよ。僕たちの DVD が発売中だよ。なんで鳥に告られんの？鳥って書いてある。一本角とか、はい、八本足とかいっぱい言ったんやけど無理。無理って何なんすか？マジで全然いいと思う。それやね、うわ、もうちょい考えたらよかったかもしれない。慣れてないだけ、それだけだな。うわ、やったな。そんなつもりない、ほんまに。でもそのツボめっちゃダサいよな。聞いてない。どんな人？どうか顔はもう山な、うん、もうそのまんまや。で、なんかここピシーって刈り上げてて。あ、こう刈り上げてんの？短髪の、うん、あ、おかんやそんなわけないやろ。いじめっていうのは社会問題にまでなってんねん。いや、わかりますよ。でもトマトって切った時の外身と中身のギャップがすごいありますよ。違う違う、あれがほんまに嫌なの。違うね、いじめっていうのはいじめられた側は一生傷を負ってんねん。それめっちゃわかります。でもトマトってその横と縦に切ることでいろんなこと。なんで言い合えんの？秋山にさ、友達できたとか関係あんの？日誌で。うわ、もう消しゴムないねん、もう。極楽浄土へ旅立てるのですよ。そうですか。もうええよ。あのさ、うん、山野くん、千秋ちゃんこと好きやろ。俺な、もう告白しようと思ってんの。そうやんな。うん、山名のことどう思うって言った時の千秋ちゃんの返してきた一言。そんなんクイズにすなよ。これなんや。ポテトチップス。これがあのポタトチップスかよ。ポタトチップス違う。ポテトチップスな。ポテトチップス。うん、いいなあ。じゃあもうだいぶおしゃれになってるやん。マジで？いや、ちょ、もう無理やわ、それは。なんか笑うんやめろって。いや、ちょ、それはもう笑うって、それは。むちゃくちゃやもん、言うてるの。なんなん、お前、マジで。無理やって、マジで。ほんまになんなん？